吉谷さん、凡事徹底、継続すると必ず成功する成果が手に入るとは限らないですよね。でも私はこう思うんですよ。継続して凡事徹底したという事実は残ると思うんですよね。まあ、例えば1年間頑張って継続しました。で、成果は出せませんでした。でも1年間できるんだなっていうふうな、その行動の実績は残ると思うんですよ。じゃあこれを2回繰り返したら2年繰り返すことができるな、2年やったらうまくいくかもしれないなっていうふうな希望に変わると思うんですよ。でも大したことをやらずに成果出ませんでしたって言ったら、やってないわ、成果は出ないわ、ただ時間が過ぎた、振り返っても残るものはない、騙された、詐欺だ、終わりね。これを繰り返していくのか、ダメかもしれないけどもやってみた、やったという結果は嘘紛れもなく残るよね。じゃあ YouTube をいっぱい作ればね、なんか儲かるよって言われたんでやりました。 YouTube を結局3000本アップロードしたんだけども、久保さん1円も儲からないし、チャンネル登録100人ぐらいしか増えなかったですよ。これはどうなってるんでしょうか。自分は失敗したんでしょうか。どうかな、3000本動画を撮るっていう風な他の人にできないことはできたよねっていうことにはなると思うんですよ。そういう風に他の人がやろうと思ってもできないこと、本気でやりますって言っても行動レベルすらどうしようもない人、そういうのに比べるとやることはやったっていうことは残るんじゃないかなと。それをね、やったんだけども全然結果が出なかったら無駄だと思うのか、やることによってできるってことは分かった、じゃあそのできた1年間をじゃあ2年間、3年間のできたに変えていく、それによって求めるゴールにたどり着くかどうかをやってみようかなっていうのはね、希望に変えれるかっていうのは結構大きいと思うんですよね。どうですかね、これを。まあ3ヶ月やって結果が出なかったら、まあ6ヶ月なり1年なりをかける意義があるかどうかっていうのを判断すればいいと思うんですけども、そもそも3ヶ月すら続かない人に1年2年やって結果が出なかったらどうするんですかっていうふうなね、まあへっぽこだなと思いますよね、そういうのはね。それにやれば必ずうまくいく、成功するというもんではないですよ。店をやっても、会社をやっても、結婚をしても、投資をやっても、結果なんて不確定要素のもう山ですよね。その不確定要素がたくさんあるから、未来がわからないから、そもそも最初の一歩を踏み出す人も少ないってことですよね。じゃあ2歩を踏み出す人ももっと少ないし、1年やって成果が出ない上で2年目に向かう人ももっと少ないってことなんですよ。そして私たちが行こうとしているところは、それを選ぶ人が少ない世界ですから、だから余計にね、行くべきところなんじゃないかなと思うんですよね。いや、みんな挫折してきますよって言いますよね。みんなが挫折する。そう、みんなが挫折するからラッキーじゃん。挫折してない自分になればいいんですよ。ただそれだけじゃないかなと思いますけどね。だから他の人じゃできないような、他の人にはもうかけがえのないようなね、人生を送れるはずですからね。他の人にはできない人生を私たち一人一人はやっていけるはずだと思います。ということで今日も行ってみよう。